やばいやばいやつばっかくじゃあ始まりました、カツコの部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースを心屋調査員が紹介して、少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回のニュースは、これ粉雪、粉雪ってこれ聞いたっすよね。はい、確かこれ前回心屋人気調査員愛ちゃんです。カメラあっちやけど。お前ほんで、寝癖やばない。なんか、はい、寝癖が挨拶したみたいな。粉雪さんに行ってまいりました。行ってきてくれて。これ確かあれですよね。はい。コンプラン場面でございます、確か。はい。ねえ。追加調査に。食のテーマパークでした。食のテーマパーク？はい。モンブランパフェ食べに行って。はい。どういうことですか？じゃあ、VTR 早速。ああ、届いてくれてる。見ていただきましょう。はいはいはい。中に入ると、天井からは、ウォールフラワー、そして、プロジェクションマッピング。フォトジェニックな仕掛けが盛りだくさんで。スーパーがすごいんよ。モンブランパフェ、そして、どうじゃん、カンパフェ、ティーフリー。ティーフリー。はい。なんと紅茶ですかこれ。紅茶も楽しめる紅茶のお店でした。へえ。そして見てください、パンが出てきます。うん、パン出てきてる。はい。そしてこれがモンブランパフェです。うわー、これが言うてた。うわ、すげえ。ロボマシンのようなモンブラン。ロボマシン、ロボマシンのようなモンブランで超一緒じゃいます。とても美味しいモンブランが生絞りされていたのです。嘘やん、どうしたの、はい、いっぱい出てきた。よだれが思い出すと、食のテーマパークでした。ほんまに、どうしたの。はい。いや、もう手じゃなくて。なんと、自分でクリームをつけるサービス。あ、なるほどね。上に乗っけて。はい。すごいよ、これ、山盛り。はい。紅茶、モンブランパフェ、パン、そして、はいはいはい、ワイングラスの中に、サラダが入って、あ、なんかサラダ食べてたな、今。このおしゃれ空間、すごいおしゃれやね。はい。僕以外にはお店の中は女性の人だらけでした。あ、そう、はい、マジで。いや、ちょっと恥ずかしいな。フォトジェニックな空間でした。そしてこれ見てください、混ぜそばにラーメンじゃないよこれ。ホタテベースのラーメンや。これは塩ラーメンです。ランチセットは1500円。ラーメン、おい、パン、サラダ、スイーツ、モンブランパフェ、食のテーマパークがここにありました。いっぱい食べれるってことね。いや、寝癖はええねんよ。寝癖が挨拶してるやん、ちょいちょい。はい。ええねん。いや、すごい。でも、何、パフェだけじゃないんや。はい。なんと、ラーメンやで。はい。びっくりした。僕もスイーツのお店と思って、思った。行ったんですが、お店の中に入ると、まず、天井からは、ウォールフラワー。ウォールフラワー。そして、まあ、壁には、話してくれるのかと思ったんやけど。プロジェクションマッピング。そう、額縁に入ってるやつでしょ。はい。あれすごかったね。フォトジェニックな空間。いやいや、映えますよ、あんなもんは。びっくりさせられた後は、フォトジェニックでスーパー出たんですか。はい。ラーメン。ラーメン。そして紅茶。サラダ。パン。パン売ってた。パン売って。スイーツ。もっと食べてる。食のテーマパークです。お持ち帰りもあるってことは。はい。おしゃれなカンパフェは。あ、はいはいはい。カンパフェの中に。あるそうで、とても美味しかったです。あ、そうですか。すごいわ。はい。でもこれ、いや、ちょっと想像してたのちゃうわ。はい。ね。女性がいっぱい。美味しそうでした。食の、あかん。は？あ、すいません。間違えたな。はい。なんか抜けてたらいいかな。もう一回ちゃんと言ってみよう。はい。女性がいっぱいでした。はい、花がいっぱいでした。はい。食のテーマパークがここにありました。あ、そうね。食ね。はい。びっくりしたわ。もうそんな、女性がいっぱい美味しそうでしたって言ったら。すいませんよ。あかんよ、抜けてしまいました。抜けてもうただけやはい。
食のね。はい、食のテーマパークでした。すごい種類ですよ。もともと柏市にあるラーメン屋、しずみさんが経営されてる。あ、もともとがラーメン屋さんですか？はい、2021年4月にオープンされた粉雪さんは、うん、もうすでに、うん、とても大人気。でしょうね。はい。でもラーメン屋さんがもともとやってたってことは、ラーメンにもかなりこだわりがあるでしょう。むちゃくちゃ美味しかったです。あ、ほんま。はい。塩ラーメンに、うん、僕はうるさい方なんですが。ほんまか？とても美味しかったです。お前美味しかったですしか言わんやつやな。うるさいとかあんの？はい。奈良にある数々の塩ラーメンを食べてきましたが。ほんまかいな。とても美味しかったです。あ、そうですか。はい。どう違いがあるんですか？じゃあ、ここの塩ラーメンの他と違うっていう。しーおラーメン、いや、わからん。いや、すんごいわかんないですね。とても美味しかった。なになに、ごまかせたと思ってんの？いや、うっせやろ。本当に。ちゃうんや。でもなかなか、ま、口で言うのは難しいですが。うん。難しい。はい。アイちゃんにはちょっと難しいかも。はい。1位でした。もうだからもう気分ボロボロやから分からんのよ。だからお前の、はい、美味しかったですしか言わんねんから。1位でした。1位でしたよ。軽いね、はい、ほんで、はい、紅茶好きにもたまらない。うん、これ。そしてラーメン好きにもたまらない。そうね、うん、そしてモンブランパフェをおすすめした、うん、理由は生絞りです、うん、だそうね、生絞りやったね。はい、めっちゃ山盛りにやってくれてるやん。はい。めちゃくちゃ山盛りに。やっぱあれ、生絞りやったらやっぱ味ちゃうの？味が全然違いますね、うん。僕今までモンブランはいっぱい食べてきましたけど。ほんまかってな。はい。出来たてがこんなに美味しいのかというのを。ああ、そう。まじまじと思い知らされました。そんなに？はい。ほんま糸みたいにビャーって出てきてたもんね。はい。このモンブラン。うん、焼き芋の、焼き芋の形ですか、これ。焼き芋もあったんです。さつまいもと、え、こないさん。モンブランのパフェ選べたんですけど。うん、ああ、ああ、お芋の生絞り、はい、もあったってことね。ああ、そういうこと。人気があって、その時売り切れだったんで、二つ頼めませんでした。あ、そう、二つ行こうとしたんや。はい。いや、でもすごかった。確かに。ちょっと俺も、モンブランパフェやって思って見てたら、すごいいろいろ。食べれるし。ラーメン好きの勝子さんにはぜひ食べていただきたいラーメンでした。ちょっと恥ずかしいけどね。ラーメンも人気があるから、男の人もラーメン食べに来たぞっていう顔して、そうね。入っていきます、ね。ラーメン食べに行くんやーつっていう顔して入ってたらいいよね。はい。うん、そして、入ると、恥ずかしさも忘れる、食のテーマパークでした。食のテーマパークだ。はい。やった。行きましょう。行きましょう。これちょっとね、はい、すごい、ちょっと見てみたい。はい。うん、ぜひ、一緒に、はい、今から行きましょう。いや、もう、でも、時間は4時までです。4時まででしょ？はい。あー、じゃあまた次回ですね。はい。はい、では、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いしますね。はい。ではですね、粉雪さん、もし皆さんも気になられたら、ちょっと足を運んでみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。